やあ、どうしたんだい？君のアイスクリームトラック壊れちゃった？修理工場に運ぶからレッカー車ですぐに行くよ。さあみんな、僕についてきて。こんにちはみんな、僕はピーポ。どんな車でも直せる僕の修理工場にようこそ。さあみんな、僕についてきて。まずはじめに洗車。まずはじめに洗車して乾かすよ。じゃあ今度はタイヤを交換するよ。まずは古いタイヤを外すよ。そして交換しよう。見て、クッキーの形のタイヤがよく似合いそうだ。一つ目のタイヤをつけよう。そして二つ目もできた。じゃあ次に行くよ。今度はちょっと新しいパーツを取り付けよう。次はヘッドライト。ドアミラー。新しいフェンダー。アイスクリームトラックがもっと速く走れるようにジェットエンジンをつけよう。そして今度はメガホン。売り場が必要だね。ここに窓をつけて、日よけと新しいカウンター。できた。じゃあ次に行くよ。次は色だ。どうだいみんな、トラックをいろんな色に塗ってみようか。アイスクリームトラックがよく目立つように青から塗ろう。
それからピンク。そしてピーパを描こう。彼女のアイスクリームトラックだからね。もっとカラフルになるように紙吹雪を使おう。そして最後に一番大事なカップアイス。それからコーンアイス。そしてジェネレーターをつけて。やった。いいね、すごく良くなった。できた。アイスクリームトラックを修理したぞ。アイスクリームとお菓子を売りに出発だ。ああ、見て、みんな嬉しそうにアイスクリームを食べてる。任務完了。次の仕事でまた会おうね。